はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長野望大使、ウィズパワーアップキット、天文の乱シナリオの南部春政編ですね。はい、第3話になります。ということで、勢力の方を確認していこうか。勢力の方がね、今、ポイント5ポイントっていうことで、ね、国力3位まで上がってきましたね。はい、武将の方もね、まあ、南部春政さんに、ね、まあ、加え、いろいろね、強いね、武将が結構います。統率言えば、ね、これあの前の大名ですね、多分ね。うん。他にもね、石川さんとかね、はい、強い武将がいます。で、あれでね、武力的にも、やっぱこの2枚だね、南部さん2人、うん、くらいがまだ看板かな、うちらのね、武将の。まあ、そのうち、ここら辺伊達さんとか行きますんで、はい、ということで、進めていきましょう。ただね、前回ね、あの天文乱、ウツロの乱に対してちょっと待ったーつってね、あの俺のこと俺も忘れるなよということで、俺も忘れろっつってね、行きました。うん、もらい受けで、あのね、ウツロの乱はね、あれですわ、結局ウツロの乱でね、あのそんなことをしてたせいで、あ、待った、兵糧がねえぞ、兵糧がねえぞ、全員入場しよう。かかれ！出てきた。かかるでしょ。死力を尽くした甲斐があった。まあ、ね、うつの欄にちょっと待ったって来たんだけど、入場しようか。ちょっと待ったで来たんだけど、兵糧がなくなっちゃったね。報告します。先月の収支です。下地を、どうしようか。こっちはもう武将ゼロになったかな。向こうに全部入れたよね。入れて帰ってく武将も多分いないよね。入場させたんで問題なさそうだね。じゃあ歩兵しようか。もうこっちに鞍替えしたんで、これマックス。かしこまりました。城は少なくてもさ、城数は少なくても、ほら、結局こっちにいっぱいわさわりちゃえばどうにでもなるんで、闇取引やってるんで兵糧買おうか。取引を行いましょう。その前に先商業進めよう。かしこまりました。取引を行いましょう。ありがとうございました。よし、帰った帰った帰った。これ売っちゃダメだな。これ売っちゃダメだな。売らなきゃこれでいけるよ。3000、4000もっとこう、4000。4600もっとこうか。ちょっと気前よく行きましょう。出陣せよ。おい、なんでその後ろなんだよ。こっからここまで結構かかるぞ、品質的に。これ全然違うじゃん、こんなとこからに、こんなとこから行くのかさ。ね、こっから行くと、53日でしょ？だけどさ、こっからさ、同じように行ってさ、集結ここにするだけでさ、36日でしょ。全然違うよ、兵糧も持ちもね。じゃあ4600持ってこう。あ、もうちょっと減らせば出てくるかな。4100？ 出てくるね。出そう。出陣せよ。それの方が早く終わっていいね。で、そのまま、その人はこっちにも行けるし。ボヘアップも使ってほしい。余裕でしょ。はい、ということで、余裕でしょ。我らに。はい、勝ちました。10年早い。ただね、今、ウツロの乱に、結構したね。ウツロの乱にさ、そんなあれしてるもんで、報告します。筒を抜かしてるもんで。先月の収支です。
南部にね持ってかれるわけですわ。あーこっちへ行こうか。宣戦布告で最上行こうか。こうなったら容赦はせぬぞ。手を貸してやろう。余裕でしょう。集まり集結ここがいいんじゃない。こっちだと50でしょ。こっち。うん。ここに3000、4000なら、こっちも4000だね。4000。4500。出てこねえか。もっと減らしてみるか。4000ぐらいにしてみようか。3000枚だったら耐えられる。出てこないね。じゃあ4000。4000で行きましょう。我に続け。で、こんな感じかな。うん。標高22日。いいね。なんか集めてきたぞ。集めないって言ったのに。あ、2000か。うつの乱で、あれか、同盟とかだから来たんだね。使いの者が来たようです。こうはなんかするはずないし、バカじゃない。ちょっと待てよ。あれもね、おみやさんは今後期と組んできたか。この戦我らの勝ちぞ。まあいいでしょう。別にそれだったらそう送るなとそう送れていいでしょう。別にいいですよ。こちらはこっち買っていくだけですからね。容赦はせぬぞ。手を貸してやろう。手を打ちましょう。出陣せよ。ていうかあれだよね、どこがホワイトキーマーって感じだよね。報告いたします。全然ブラックだよね。先月の何も聞いて与えないね。そういえばこれより表情を行う。後ろに行きたいっていう部署もね、無理やり前に引っ張り出してきてね。50、34。これにて表情を終え。いらないな。ご命令を。ちょ、歩兵しよう。はっ。で、これで委任でさ。委任しとこうか。あいつ委任。闇取引だね。この志、必ずや果たしてみせようぞ。この志、必ずや果たしてみせようぞ。商業2枚進めるようになったんで、だいぶ楽になってるんだよね。取引を行いましょう。売ってください。お願いします。ありがとうございました。来たこれ。取引を行いましょう。継続発展で違うな。新設で漁村をいっぱい作ろう。はっ。かしこまりました。はっ。初任長も一応作っとこうか。かしこまりました。で、継続発展で、貯水ぐらいしかできないか。はっ。じゃあ、こんな感じでね、進めていこう。見たか。ざまあでしょ。こっちに逃げ出したもんで、帰ってこれなかったよ、こいつは。手を打ちましょう。出てくる、あれは。遅れを取るな。
落としてみせようということで、これあれか、足りなかったわ。武将数、兵が足んなかったね。標高72でいいね。じゃあ、なるべく近場だけでいいね。近場がいないのか。進むのだ。行こうか。で、こっちに向かわせて。進むのだ。これは期間が出ないの、これ帰らせます。一気に起きました。歩兵しすぎてるからかな。報告いたします。ご命令を。あ、これ丸盛り、これ嘘なん、結局こっちに取られちゃうんだよね。まあいいか、取られたら取られたで。こっち行けばこれごと食えるね。ちょっと行ってみようか。行こうか。こうなったら容赦はせぬぞ。手を貸してやろう。手を打とう。出陣しよう。あ、帰ってった。帰ってった、帰ってった、帰ってった。おお、最後はうちはもらうか。格の違い、見せてやるよ。うわ、なんかボンドなんか下でかくなってるぞ。もう半分ぐらい壊れてるとこからスタートだから楽だね。なんかさ、今川がでかくなってんだけど、ほら、うまっ。お前。あ、まだ信秀の代か。桶狭間一気にしたかったんだけどな。商いを始めましょう。報告いたします。ご命令ください。農業あれだね、クランスやってなかったね。承知いたしました。と、歩兵はやってないか。やろう、強めに。承知いたしました。と、こんなもんかな。商業進めて。かしこまりました。と、あとは取引、闇取引。取引を行いましょう。あ、フェーズがあってんだね。貯水の漁村。承知いたしました。発展で漁村。かしこまりました。じゃあ進めていこうか。ここ入ってるの、部署ね。うん、また自動的に入ってくれるっしょ。こっちもちょっと向けとこうか。28はいらないね。28いらないね。これでいこうか。5600いいんじゃない、ちょうどいいぐらい。遅れを取るな。なんかこの辺なんか集めてきてるね。この城もらい受けよう。はい、ということでね、うつの乱はね、あれですね、南部県によって、ね、無事収まったっていうね、形ですね。問題ないでしょ。部分入場する？
増えないね。これは、こっち行こうか。こっち行けば、出てくれるみたいだし、お得だね。で、これ、2部隊とも、うん。パーチしてくれるはずなの、こっちに。勝ったぞ！勝ち時をあげよう！すまねえな。いざ参ろう！手を打とう。こっちは17日か。いや、これこっちが行ったもんね。いざ参ろう。前進せよ。うん、こんな感じでいいかな。報告します。一気か。先月の終始です。これより表情を行う。そんな長引いてないのに、は勘弁してほしい。35、48、36。これにて表情を終え。あ、年齢が増加。これもらおう。1、2、3人。そんなでもないね。かたじけない。部署2回目ぐらい入ってきたから2年ぐらい経ったのかな、そうすると。はっ。取引を行いましょう。そんなに立ってるような気がしないんだけどね。闇取引しよう。この志必ずや果たしてみせようぞ。仰せの通りに。開発新設は漁村1個作れる。作って漁村作って、かしこまりました。小兄ちゃんは作れる。作っとこうか。かしこまった。継続発展とりあえず見て。あー、漁村3か。高いんだよね、それ。発展で、漁村のさ、もっとレベルの低いところあるでしょ。うん。承知いたしました。じゃあ進めていこうか。あー、出ないか。やっぱ残しててよかったね。このパンね。空港68、これが到着するまで、うん、こいつが到着するまであと1日。ところ解散。あれ？うん、そんな硬いの？ここ。承知いたしました。承知いたしました。かしこまった。249日を待たなきゃなんないの？これは無理な話だわ。うちらが許しても、民は許さない。民は許さないぞ、これは。もうちょっと持ってこようか。じゃあ、8000持ってこうか。ちょっと標語の商品激しいんで嫌なんですけど。我に続け。時間かかるんで強行入れとこうか。強行と後ろっかしこ山形。報告します。先月の終始です。ゲチよ。はい、ということでですね、第3話のこの辺でね、終了していきたいなと思います。かしこまりました。とりあえずね、商業を進めて、ね、
取引を行いましょう。偽物か、ちょっと言って取り計らいます。フェーズカットにしようか。貯水漁村承知。発展漁村1と2があるね。1と、ああはっ、こんな感じで。はい、ということで、第3話ね、ご視聴いただきありがとうございました。うつの乱は、南部によってね、春政によって、鎮圧させることができました。もう終わったね、うつの乱はね。ご視聴いただきありがとうございました。